ただし足のサイズの測り方っていうのを調べたら、足長が26、足位が24センチ。まあ、この足が基準になってますんで、よろしくお願いします。お疲れ様です。久々の投稿になります。ナイキ SB の、今回はダンクロー。これがね、珍しくスニーカーズ、自分で当てました。これ写真で見とったらあんまりなんか、かっこよくないやろなぁ思いながら抽選かけて当たったんで到着したんですけど、実物見るといい。あのスウェードのなんか質感とか配色、あの写真写りと全然実物が違うかったんで、特にこのグレーのところ、ここが違うかったんで、かなり実物はかっこいいと思います。サイズが 27.5 センチ。これはまあいつも通りなんですけど、一回履いてみます。履いてみました。27.5 センチで、横幅はまあちょうどかな。別に大きすぎることもないし、まあ小さく痛くなることもなさそうな幅になってます。まあちょうどかな。で、つま先は結構まあ余裕あるんで、これもいつも通りですね。どうでしょう。カメラでわかるかな。これね、ほんまにね、質感ともに配色かなりいいですよ。写真と全然違うかった。かなり高評価。ただなんかいつものダンクとなんかちょっと全体がスウェードで柔らかくて、なんやろ、なんか違うね。なんか違うけど、まあええか。まあサイズはね、全然変わらないと思いますよ。履き心地が微妙に違うぐらいで、それをちょっとうまいこと伝えれないですけど。フィッシュレースもまあブルーが入ってるんでね、いいかな。まあブルー入れても結構鮮やかでいいんじゃないでしょうか。今回は久々エアフォース1、ポップコーン。確かにもうポップコーンついてますわ。サイズが 27.5 センチ。1.5。この足の長さからプラス 1.5 センチ。結構ね、最近サイズ聞かれるんでね、エアフォース1が27半で履いてます。で、幅なんですけど、まあ、正直27半でも余裕はないですね。まあ普通に当たってる。つま先は余裕があるんですけど、横は、痛くないんですけど、当たってます。で、これ履いた時のね、かかとかな。かかと。わかりづらい。今、シューレースをね、まあそんな締めてない状態。ここよね。まあ外脱げるかなぐらいですね。だから締めちゃえば脱げないですね。だから27半が僕は結構ベストかなって思ってます。これはあの、27にすると履けんことないんですけど、なんで言うの？ちょっとね、全体的になんかきついかなって思うんで、27半にします。で、自分の足よりプラス2にすると、僕の場合28になっちゃうんやけど、28はね、ちょっとでかすぎると思いますよ。プラス2しちゃうと。最大上げても 1.5 ぐらい。エアフォース1の場合は。で、結構ダンクもね、そのサイズ感似てると思います。エアフォース1と。あとクッション性とかもまあまあ結構ね、エアフォース1もクッション性があって、ダンクの方もクッション性が高いと思うんで、結構似てるんじゃないかなと思います。また、スニーカー手に入ったら紹介したいと思います。それでは、さよなら。